こんにちは、田澤です。こんにちは、和田です。この回はちょっといろいろあって、はい、多分前回の回で諸事情で機材トラブルで撮れなかった回があったって言ったと思うんですけど、その回を、その回ですね、改めて撮り直そうとしてます。はい、ちょっと往生際が悪くね、ちょっとあれはもったいないからって言ってね、ちょっとリベンジをね。まあ久しぶりにちょっと緩い回だったから、うん、まあまあそういう回もいいかなと思って。そうですね。すっかり殺伐系ラジオになってますからね、本当ね。右とか左とかガタガタうるせえなみたいな番組になってますから。それにしてもなんか、はい、そういう話題がどうなのかわかんないですけど、急に伸びてますね、最近ね。あ、そうなんですよ。そっか、なんか最近ちょっと結構、より多くの人に聞けてもらえるようになってきてますよね。なんか、ポッドキャストの方も、YouTube の方も、ちょっと前よりね。うん、そうなんですよね。不思議ですね。不思議ですよね。なんか、もしこれに共鳴していただいてね、すごい、やばい人たちが集まってる、なんかそういうチャンネルに。どこから、だから僕、ポッドキャストのアナリティクスも一つ一つのプラットフォーム一応見てるんですけど、はい、それぞれが、同じぐらい伸びてるから。そうなんですか。全体的に。なんでしょうね。あれですか、ようやく1年半、ぼちぼち2年ぐらい経ってます、はい、結構経ってますよね。確かに。なんかね、ようやく自分たちの意見が言えるようになってきたみたいな説はありますか、これもしや。僕らが。ふわふわした会話だけじゃなくて、ね、より社会派になってますね。より社会派になったね。今年ぐらいからすごいんだよね。なんかすごい偏ってる。今年の春からね。そうそうそう。去年とかさ、だってほんとさ、カナブンの話とかしてるからね。だって多分だから収録ペースが2週間に1回とかなって、うん、よりこうお互い濃くなってるんでしょうね。そうなんだよね。ちゃんとリサーチするようになったんですよ。なんか本を読んだりとか、ちゃんとネタをね、だからちゃんと書いてきてるじゃないですか。僕らもなんかある程度筋書きを、はいはい、そう。まあそしたらこうなっちゃった、ね。こうなっちゃったね。そうだね。準備すると気合入っちゃうタイプの人たちだったんだ ね。僕らはね。ちょっとこれがいいのか悪いのか分からないんだけど、現状今なんかそんな感じでね、いいことも起きてるっていうことで、ちょっとね。そうですね。まあもしかしたらリスナーさん入れ替わったかもしれないですね。入れ替わった。新しい方が入って、はい、ね、聞いていただいて、もしかしたら昔から聞いてる方は、ちょっと違うってみたいな。あ、なんか、そうなんだよね。最近僕らの大好きな鎌谷さんもね、ちょっとここ半年ぐらい、ちょっと聞いていただけてない。聞いて、どうなんですか。勝手にそういうふうに思ってますけど。昔ね、お便りいただいて、ね。そう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 、うん。ファーストリスナーだったんですけどね、鎌谷さんはね。なんで、まあ、もしかしたらそういうこともね、あるかもわかんないですけど。あるかもしれないですね。ちょっとね、和田と田沢がちょっと、でも僕ら聞いて、聞いていただいてる方々の、全然わかんないですからね、僕らはね。あ、そう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 。なんか、こんな、1年何ヶ月、半年もやってさ、こんなお便り来ないもんかっていうから来ないからね。全然わかんないですよね。全然わかんないですよ。でもまあ、なんか、数字だけ見てると、なんか伸びてるから。ちょっとね。うん。なんか。まあ、インディーズバンドとしては、ちょっと徐々に、そうですね。少しね、ちょっと光も見えてきてみたいな。あ、でもね、僕ね、何より最近ちょっと結構楽しくて、本当に。はいはい、いや、前から楽しいよ、この、機会、はいはいはい。実は結構楽しいんですけど、僕の人生の中で、だいぶ楽しい時間なんですけど、うん、最近楽しい。さらに。うん。なんか。でもまあ、僕も意識の高い日々を送ろうとする、ね、まあ、あれになってますから。なんか、ポッドキャスト始めてなかったら、こんな社会派になってなかったみたいな、ね、そんな気もしますよね。うん。まあ、そりゃそうだよね。だって、こんなことは話す場ないもんね。普通に。あ、そう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 。どこで話すっつうの天皇、女性、女系天皇。そうなんだ。しかも、この業界にいると、なかなかそういうこと話す人いないじゃないですか。絶対無理ね。ちょっと敬遠する人もいるからね。そうそうそう。そういうなんかね。うん。和田さんがこじらせてくれててよかったですよ。いや、僕はね、でもこれ、田澤さんが助長させているって可能性も全然ありますからね。僕のそのネジをどんどん外していってる。僕の左翼化を助長してるのは田澤さんの可能性です。悟空の田澤さんが助長。思い返すと、昔から和田さんその件ありましたね。いや、あるのよ。そうそう、これはね、あるの。本当に。これ、だからちょっと前に飲み屋で話したんですけど、うん、僕ちょっとそっちに、もともと、結構ね、そうそう、こういう話をする昔の和田さんとの思い出を引っ張り出すと、ちょいちょいね、そうそうそう目があった。あるでしょ？そうなの。そう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 。だからそれが、お話できるから楽しいっていうのがあるんだと。こんなん話せないじゃないですか。そうですよね。いやー、いいですね、なんか。うん、今日、あれですよ、撮り直してるって言ってますけど、実は3週間前に前半だけは撮っていて、はい、その続きを、先週撮ろうとしたんですけど、その続きを撮ったのが消えちゃったんですよ。そうなんですよ。だから、その続きを今から撮ろうとしてるんで、うん、これから前半を流します。こっからね、こっから、その、ロールバックするのね、その、過去に。そうそう。ややこしい番組ね、これ、なんか行ったり来たりするからね。逆行、逆行、あれだね。なんだっけ。テネット、もう、名前忘れちゃった。テネットね。テネットしちゃう。そうそうそう。うん。
関係ないですけど、せっかくだからタイムリーな話で、僕あのモデルナのワクチンを2回目打ったんですよ、はい、一昨日、うん、ちゃんと副反応きましたよ。お、昨日一日もう熱出て動けなかったっす。熱出るのやっぱ。一昨日打って、うん、そう昨日一日、あそう、僕の場合は打ってで13時間後に熱で始めました。それはなんかやっぱそういうちょっと遅れてくるものなんですか。だいたい6時間から12時間ぐらいっていうのが中央値らしい。そうなんだ、うん、で僕13時間後に出始めて、はいはいはい、38度ぐらい。あ、結構出てるね。それ結構だよね。で1日出てて、でも温めたくて、うん、ってことで平日、平日思いっきりやっちゃったって感じですよね。あ、そうだから、ね、うん、それもみんな職場というか僕がお世話になってる会社、そうかそうかそうか、みんな分かってるんで。あ、そっかそっかそっか、うん、なるほど、うん、あ、ならね、まあ、うん、あれだけど、うん、すごいね、やっぱね、影響力あるね。あのね、うん、ちょっと赤いんですよ、見えますかね。ああ、なんか、うん、ほんのりね、確かそう、うん、モデルナアームですかね。かっこいい、ね、モデルナアーム知らないですか、モデルナアームって。モデルナアームっていうの。そう、打ったところが赤くなるのをモデルナアーム、はい、な、何よそれフルチンとかモデルナアームとかモデルナアームは正式な、あ、そうなんですか。 ちゃんとしたそれ、ちゃんと企業が、うん、モデルナ社が公表してる普通にもう、そうなんですか。アメリカの方で最初言われてるみたいですね。へぇ、モデルナ打った後の特徴としてよく出るっていう。なんか、かっこいいですね、モデルナ。なんか、1週間後ぐらいに出るみたいな話を聞いたんですけど、しかも、ほぼ女性。はい、打った人の 18% が出て、はい、かつほぼ女性らしいんですけど。はいはいはい、はい。僕なんか、翌日とかですけどね。なんだろう。暑いんですよね、触ると。暑いの？うん。ここね、モデルナアームは暑いんです。フルチンの田沢さんのアームが暑いわけですね。そうそうすごいね。そうそう、でも発熱は昨日一日出て、もう今朝もうすっかり一気に落ち、熱下がって、そんな急に下がる。だからもう完全に副反応として一日だけ出て、はい、すぐ下がったとか、ね、あ、そう。でもなかなかこの日に熱が出る、この日に体調が悪くなるって事前に分かってるケースってそんなないじゃないですか。ないね、うん、だ結構その新鮮ですよ。だから和田さん、この日に高熱が出るって事前に分かってたらどういう行動を取ります？僕結構いろいろ用意しようと準備したんですよ。あ、なんかそのあれ、頭に貼るやつ買っとこうとか、そういうこと。あ、僕そっちじゃなくて、うん、どうせ一日動けないじゃないですか、うん、寝込んでるじゃないですか、うん、ということは寝込んでてもできることってなんだろうみたいな、すごく考えてて要するに、はい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 、例えば一日ずっとベッドに入ってるでしょ、うん、ベッドにいて、まあ、電気つけれなかったりするからと思って、電気つけなくても本読めるように、うん、Kindle で本買っといたりとか、体調悪くてもいかに有意義に過ごすかっていうのを事前にめちゃめちゃ考えて用意しようと準備してたんですよ。はいはいはい、でもいざ熱出ると何もできないです。あ、やっぱできない。そうそう、あ、そういうもん。田沢さんでできないのもできない。できないなと思って。うん、あれもう目も開けられないみたいな感じ。温めなくても。温めたいな。うん。あ、そう。まあ、いざね、うん、体調悪くなるとこうなるんだなと思った。まあでもさ、そのせっかくそう寝れる機会でもあるからさ、ね、そうなんですね、その寝とくっていうのも、ね、一つ過ごし方だとは思うんですよ、うん、そのまあおかげさまでゆっくりなんか過ごせました、ね、ちょっと休めたみたいな、ね、逆にね、うん、なんかそれでちょっとさ伸びちゃったりするのもさ、なんか嫌だし、ね、うん、あ、そう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 、うん、だからちょっと不本意ですね。もう少し有意義にそっち派、一日を過ごそうと思ったんですけどそっち派ですかまあそんな僕の性格が出てる今日の回かなっていう確かにね、エピソード的にはそうだよねいや本当ね、なんか時間のその使い方とかその刻み方がね、本当ね、これ僕隣で見てて思うんですけど、本当すごいんですよ。でなんかGoogle カレンダーとかピッチリ入れてらっしゃいますしね。もう休みの日に 何するかを Google カレンダーに入れてます。全部入ってますからねティローリンっていう通知がもう来るわけでしょ。だからもうなんか予定ね、もうだからすごいよね、そんなこと休みの日もやってね。これ普通の僕の予定です、一日プライベートの予定これプライベートですよ、ね、そうそうそうそこそこ忙しい日の僕のスケジュール、ね、これは仕事以外の予定ですよすごい30分刻みとか入ってそうだよ本当に。いやーいいですね、まあまあ、はい、そんなことでじゃあ、はい、3週間前に撮った前半からお楽しみいただければと、はい、あ、じゃあタイムマシーンで行くわけですね、ええ、ジャンプします？ジャンプしましょうか、はい、じゃあジャンプ、はい、ジャンプ、はい、はい、どうも田沢です。どうも和田です。僕最近猫背矯正してるんで。してますよね。前よりは多少胸を張って生きてるんで。その上でこう。物理的にもね。物理的にね。
まあ大人になってからもね、前に進んでいきたいじゃないですか、やっぱ。うんうん、でそのためにこう、みんなこう忙しい中でもね、努力したりとかしていくと思うんですけど、まあなんかそんな話を、うん、お互いしていけたらいいかなと思って。いいですね。うん、はい。で、割とお互い、大人になってから勉強して今の仕事についてたりもしますから。そうですね。だいぶ大人になってからですね。結構その、ね、大人になってからというか、最近もね、自分で時間を作って勉強しようとしてなんかこう、やるような二人だとは思ってるんで。うんうん。なんかその辺のこう、思いがあれば。なるほど。大丈夫ですか？俺盛り上がっちゃいますよ。2時間コースぐらいの。今日はね、行けるやつ今回はちょっとまあ、ちょっと収録時間ショートバージョンで行こうと思って。限られてるから、ちょっとね。ドキドキしてますけど。僕も最近ちょうど新しいことを始め。いやー、田澤さんはね、どんどん始めますよね、ほんとね。好きあらば始めてるからもう。最近はね、始めたって聞いてますよ。あれを、とうとう始めたって聞いてます。バイオ。いや、その略し方してる人初めて聞きましたけど。バイオ。あ、そう。とうとう始めちゃったんですけどね。はい。いやー、だから余計なボケ挟んだから何の話だろう。もう大そうよ。これ本当、うん、僕がそうだね。僕も突っ込みやかった。そのいやバイオハザードじゃねえわ。そのバイオリンをね、ちょっと。そう、バイオリンね。そう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 。まあちょっとバイオリンの話を今日別にするつもりないんですけど、まあするつもりないんですか。いやバイオリンのなんかそのなんつうんですか、その話してもしょうがないでしょ。いやいやいや、高いバイオリンね、すごい買ってらっしゃったじゃないですか。エレキバイオリンをね買ったんですよ。ね、すごいさ大変なんだよねあれね、なんかいろいろ準備とかさ、なんかさ、ね。うん、あ、そう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 、音、うん、最初音なんねえなと思って、うん、松ヤニで粉をつけないと弦が擦れないんですね。しばらく不良品かと思って。まあ、ツヤニってさ、ほんともう、人生で一度も触れたことないから。そうそう。ツヤニっていうもの。でも、あんだけバイオリン、バイオリンってね、知ってるし、僕も音楽好きだし、バイオリンのその、音色なんて好きなぐらいで、うん、アレンジとかってちょっとするぐらいなのに、うん、そういうところ知らなかったですから。いや、知らないよね、それね。はい、確かにね。僕も初めて聞いたもんね。そんな、そんなことしないと音ならないって。キーキー言ってるのは、その松ヤニの音ってことなんでしょ？そうですね。うん、松ヤニに、つけないともうスースーする。スースーしちゃうんだよね、うん。摩擦が生まれないというか。まあ、バイオリン、まあ、一個だけバイオリンの話すると、僕ね、これがこんなに難しいと思わなかったのが、ビブラートですよ。はいはいはい、はい。弦をこずって、その、音を揺らすじゃないですか、バイオリンって。うん、あれがね、今左の、これが動かないんですよ。左の指が。こうなるんです。だから別々にちゃんと動かないんですよ。だから、あ、そう、ビブラートかけながら弦を弾いて音をバーって鳴らしていくのってこんなに難しいんだと思って、全然指が動かないです。結構それね、硬いってこと？いや、指が思った通りにちゃんとこう動かない。動かない。あ、うん、あ、なるほど。だから今手動いちゃったんだ、すごいね。そう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 。だから右の腕と一緒に左も動いちゃうとか。でもこれも多分そのドラムでそうだろうし、まあピアノもね、そうだろうし。うん、だからこういうのってまあ練習、うん、まあだから、ね、それはそうだと思ってね。いやでもさ、とんでもない難しい楽器なんでしょ？だからなんか本当にほぼほぼできない楽器なんでしょ？バイオリンで。普通に勉強したら。うん、どうなんですかね。まあ音感がないとね、少なくともだって弾いてる音が合ってるかどうかって分かんないよね。かもしれないですね。だって変なさ、印がないもんな、ね。そうそうそう。バイオリンってさ、印さ、なんかドレミファのさ、区切りが分かんないじゃん。ギターみたいに。フレットね。そう、フレットがないから、そう。そうそうそう。でも、バイオリンがやっぱりね、自分でこう実際触ってみて、これはなるほどなというふうに思ったのは、バイオリンを弾くと、その人がそのメロディー、音楽をどう捉えてるかが分かる気がするんですよ。うんうんうん。まあ、他の楽器と比べて、よりその人の音楽の捉え方が出る楽器かなと思って。うんうん。歌と近くて、ニュアンスをいくらでも表現できるから。うん、まあ、グラデーションが結構あるんですね。そうそうそう。そうね。だから、なんだろうな、僕も、あ、このメロディー、こういう風に弾きたいなとかってすごいイメージはあるから、それを再現するために身を見まねでカノン弾いてます。カノンなんですよ、やっぱり。いや、僕はもうカノンしかないんで。ああ。いや、はい、一番もらいたい答えだったらよかったです。なんかその、カノン以外ないですよ。カノン以外ないね。カノンと実践上のアリア。これがもう弾きたいだけです。いやね、すごいよね。もう30代、佐田さんも30代後半ですけどね。いや、中盤ですね。あ、中盤、ごめんなさい。ジャスト中盤。ジャスト中盤、ごめんなさい。いやね、なかなかね、難しい楽器だとは聞いてるからさ、なんかその、ちょっと比べるとあれだけど、うん、ギターとかよりもさ、始めづらさはさ、めちゃめちゃあるからね。確かになんで、その、初めて音楽をやるっていう人が触る楽器として、うん、やっぱりギターが多いですよね。多いよね。でも、バイオリンってないですよね。
ないでしょ。高校生ぐらいで、ちょっと音楽やれてっつって、バイオリンってないですもんね。ないでしょ。これなんでなんですかね。いやなんでなんですか。いやいやいや、高いじゃん、バイオリン。ああ、そうか、それもあるか。いや、でもやっぱりあると思います。これは前提、僕もバイオリンのことは詳しくないですけど、はい、めちゃめちゃ難しそうだなと思います、待って。僕なんか弾けると思わないもん。でも、弾いたことない人からしたら、ギターもバイオリンもどっちもまあまあ、難しいんじゃないか。やっぱギターの方が弾けんじゃねって思っちゃうってことですかね。思うんじゃない？だってさ、友達のあのクソ野郎も弾いてるしさ、みたいなさ、あいつで弾けたと俺も弾けるわ、みたいな、ね、思うし、でもバイオリンいないからさ、やっぱ静香ちゃんぐらいしか、身近で弾いてる人いないから、クソ下手ですけど、ね、静香ちゃんね。はいはいはい、うん、そうか、なるほどね。いや、わかんないよ、だって、本当に未知の世界、うん。まあ、あと、バイオリンの音楽は、まあ、あんま普段聴かないのもあれですよ。まあ、そうですよね。クラシックだよね、もう、本当に言っちゃうとね。うん、まあ、そっか、その、ギター弾きたいって時は、ギターの好きな、もうすでに音楽があって、あれをやってみたいっていうのがあるけれど、うん、コピーしたの場合はね、うん、あの人の G 線上のアリア半端ねえって、やっぱ高校生で思わないかもしれない。いや、思わないでしょう。いや、でも今日のあれだな、あれなんか M ステの太郎すごかったな。やっぱ太郎はやっぱ、あ、なんかビブラートすげえんだよな、太郎な、つって。うん、逆にそれ分かってたら、そういうマウントをするやついそうですね。そういうマウントの仕方です。太郎の凄さを。太郎だろう、博士です。博士だ。一応言っとくと。いや、でも、さあ、いや、なかなかさあ、やっぱり、ハイソよ。バイオリンは。そうですよね。うん、まあ、なんか、育ちが良さそうですよ、ね。育ちはいいでしょう、間違いの。いや、でもあるよね。先入観としてあれ、金持ちしかできないみたいな。そうなんですよね。でも実際別にまあ、その、なんていうの、ギターって高いものは高いけど安く買えるものは安いし、バイオリンだって、うん、まあ、10万円ぐらいとかで、まず買えるしね。うんうん、まあ、そうだよね。そういう意味で言うと、なんとか上手くなって、その辺をロンダリングすることは不可能ではないっていう。その自分の背負いたちを。その楽器一つでね、確かに見方変わるよね。そう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 、うん。いや、バイオリンは間違いなくいい家の子だなって思われると思う。うん、なのでちょっと頑張ってます。何かそのあるんですか、ゴールみたいな、ゴール地点みたいなのは。あ、僕はでも、ライブで弾こうと思ってます。うん。はい、うんうん、ライブ、人前で何かの曲をね、バイオリンで表現したいっていう。結構その、バイオリンでコピーとかカバーしてる人多いんですけど、J-POP とかね、うんうん。いや、ニュアンス的に、いや、僕はそうじゃないんだよね、みたいな結構あるんで。へぇ、うん、いいですね、はい、それね。まあまあ、バイオリンの話にはいいんですけど。いやいやでもちょっとね、僕影響を受けましたよ、やっぱりその楽器を。あ、だから渡さん、だからなんか、なんて言ってましたっけ、ピアノ。ティンパニー。なんとかホルン。吹奏楽部みたいなね。楽器始めたらいいんじゃないかみたいないじられ方しましたけど。でもジャズピアノとかって言ってやりたい、やりたい。そう、すごいやりたいですよ。ピアノはもう。うん、でもピアノ僕一応何度なく弾けるんで、ちょっと、他の方がいい。やめてくれって言われてる。そう、なんか被るからやめてくれみたいな。僕にあんま旨味がないって。いやいやいや。オルガン、パイプオルガンとかどうですか？パイプオルガンいいっすね。僕、あれめちゃめちゃ気になるんですよ。どういう風に。なかなか弾けないでしょ、パイプオルガン。いや、あれさ、僕でもこの前 NHK のさ、ドキュメンタリーでやっててさ、なんかあの、ヨーロッパのパイプオルガンを、弾き歩くみたいな番組やってて、なんだこのマニアックな番組と思って見たんですけど、すごいよ、大変で、あれなんか裏、一人じゃ弾けないんだよ、あれ。だから。あ、そうなんです。裏にね、なんか変な棒を差し込む人がいて、あれ何の機械なのかわかんないけど、はいはいはい、あれチューニングしないとできないの、あれ。だから、あれ一人じゃ弾けないの。あ、実は二人羽織だったんですね。二人羽織、二人羽織、全然。そう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 。裏方さんがいいのよ、あれ。PA さんみたいな人がさ、いてさ。そう。あれ、すぐ、でも、壮観でしょうね、あんなもん弾いてね、なんかね。いや、そう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 。弾いてみたいよね、あれね。そうなんですよ。うん、しかもあれだよ、だから、全部違うんだから、だって場所によって、音色が。その場所場所によって。あ、パイプオルガンによって。建物。建物、そうか、反響で。反響、そうそう、うん。リバーブのかかり方違う。すごいよ。なるほどね。そこでしか弾けないのかって、その音のやつは。なるほど。いや、昔、1993年ぐらいに、うん、紅白歌合戦で、うん、最後、全員で合唱の時に、YOSHIKI、うん、が、うん、ティアーズをパイプオルガンで弾いて、そうそうたるその演歌歌手たちが、ティアーズをみんなで歌ったっていうのがあって、はい、あの映像めっちゃ好きなんですよ。和田アキ子とかもいるし。あれがティアーズの原型の曲なんですよね。あの後に XJAPAN バージョンとしてティアーズが出たんですよ。あ、そうなの？そう。最初は紅白歌合戦の曲として、はい、ティアーズ大地を濡らしてっていう曲だったんですよ。で、歌詞も全然違ったんですよ。はいはいはい。いや、あれ、とか年末に歌う歌じゃないよな。だから歌詞とかが、あ、違った、ね、そうそうそう、うん。あ、そうなんだ。そうそうそう。パイプオルガンだ。
いや、だから、いいんですよ。楽器の話はちょっと、はいはい、やっぱり好きなんで。盛り上がっちゃったもんね。でも仮にですよ、これは本題に入るんですけど、うん、新しいものを学ぼうとした時に、どういう行動を取っていくかっていうことなんですよ。どういう行動、はい、はい。何か学びたいと思ったら、渡さんだったらどういうアクションを取っていくのかなっていう。ああ、はい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 、うん。そうね。いや、これ僕本当月並みな話になっちゃうんですけど、はい、僕すごい形から入る方なんですよ。だから、とりあえず一番いいやつ買います。ああ、まあでも僕も遠からずですね。あ、同じ派ですか、はい、うん。テンション上げたいから。テンション上げたい。そう。はい、なんて言うんだろう。麻痺すんで、あれやると。なんかすごい。できるんじゃないかなって。はいはいはい、はいうん。そうですよね。そう。まあ、楽器なんかの場合はでもね、いいやつ買った方がその、いや、間違いなくいいですね、うん。うん。やっぱね、いや、安い楽器には安い楽器の良さもあるんだけど、はい、明らかな差があるよね。本当に金額によって楽器って、うん、まあ、特に僕はギターがね、高校生の頃やってて、友達のさ、父ちゃんがすごいギター好きの父ちゃんで、はい、で僕なんかさ、もう8万円のさ、日本製のギターしか買えない時代で、まあ、ともに高校生なんで、でもその父ちゃん、もう35万ぐらいのなんか、フェンダー、ストラトキャスターみたいな持ってて、もう全然違うもんね。もう触った感じが高校生でも分かるぐらいも全然違うし、うん、音もまあ当然違うし、なんでこんな違うのか分かんないレベルで違うから、うん。いや、あれは普通にね、楽しいですよ。あんなもん触ってたら。それは、うまくなるよ、あんなもん。触ってること自体がね、そう。幸せになるっていうかね。宝物感があるしね。確かにね。うん。なるほど。まあでも別に音楽以外でもそうですね。僕は割と形から何でも入りますね。うん、僕、そういえばあれですわ。プログラミング始めたきっかけって、うん、MacBook Air 買ったからなんですよ。あ、逆なんですね。はいはいはい。買ったからなんですね。完全に形から入って、その、はいはいはい、繋がったパターンです。あー、それすごいことだけどな。当時ね、MacBook Air っていうのが結構流行ってた。出始めた時に。あ、11インチのね、うん。そうそうそう。すっごい。いや、あれ、なんなら Mac の PC がここまで普及したの、あれ説あるぐらいだよね。そうですね。本当に革命的なやつですけど、ただまあ、あれを経て、プログラミングを始めたっていうのは。まあ、買ったからにはっていうのもあったしね。そうだね、確かにね。あと、しかも結構必要なく買ったんですよ、僕最初。MacBook Air 自体が欲しかったんですよね。うん、はいはい。あ、わかるわかる、うんうん。何かのために買ったわけじゃなくて。うんうん、理由を探してたら、たまたま、いろんな要素が、要因があって、はい、プログラミング。これしかないっていう。すごいね。でも、だいぶ元取れましたね。取れました。今思えと。しっかり食いぶちになってますね、今ね。そうですね、うん。あ、そう。結構僕ね、その MacBook Air 初期の11日結構長く使ってて、エディターの統合開発環境が動かなくなる。いや、僕 MacBook Air の一番メモリも少ないやつ買ったんですよ。一番安いやつ。はい。だから、はい、IDE なんで動かなくて、すぐ落ちるんですよ、もう。メモリ4ギガぐらいのやつ。そう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 。だから、固まってやっぱ再起動しての繰り返しで開発してた覚えがあります。いや、統合開発環境無理でしょ。ドリームウィーバーですら動かなそうだって、その。そう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 。そうなんですよ。あ、そう、うん。思い出深いですね。そう考えるとね。そこから始まってるのもね。そうそうそう。そうですね。まあ、まあ、その何か学ぶみたいな時で言うと、なんかあります。例えば、渡さんもポッドキャストで喋るにあたって、いろいろこう、下調べとか、まあ、勉強したりとかすると思うんですけど、うん、フォーマットとかあったりします。なんか僕は結構あるんですよね。なんか新しい分野のことを吸収するときに、このテンプレでいこうみたいな。ああ、やり方ってこと？そうそうそう。最近なんかもう YouTube がもう優秀すぎるから。ああ、まあね。YouTube でいろんな人の意見をざーっとも見まくる、はい、最初にそれで全体的にこう雰囲気として感じ取った上で本なりを読みに行くっていう感じすると、うんうんうん、やっぱり本読むときも あの人はこう言ったとかそういう深みのある読み方ができたりとかするから、うん、YouTube はやっぱりすごい独学の時代にすごくいいものだなと思いますよね、うん、いや僕なんて時代的にさ2ちゃんだったからさ2ちゃんの情報マジクソマジでさ本当とんでもない嘘の情報が紛れてるからさ、結構いろいろ騙されたよ、やっぱね。うん、そうですか。だから、やっぱさ、その YouTube のすごいとこってさ、やっぱみんなしっかり顔を出してさ、ちゃんとその、いろいろこうレポートしてたりするじゃないですか。うんうんうん、批評とか批判とかもそうですけど、うん。やっぱだから、なんて言うんですかね、その情報の精度の高さというかさ、うん、やっぱり、あれはいいですよね。文字情報にはないさ。そうそうそう。やっぱ一般のね、いわゆる素人なのに、めちゃめちゃクオリティが高いものがたくさんあるじゃないですか。うん、あるね。うん。いや、僕ね、素人の人の レビューの方がためになりますけど、正直。うん。あ、だから脚色がないじゃないですか。そうですね、うん、確かに。そう、だから、あ、それはいいです ね。あ、だからそれこその楽器練習するにしても、バイオリン入門の動画とか出してる人いっぱいいるから。あ、そう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 。うん。だから、だって
ってさ、あの、これ、あの、すみません、ちょっと音楽の話なんですけど、あの、フランスに、あの、FKJ っていうすっごいめちゃめちゃ楽器が8種類ぐらい完璧に弾きこなせるジャズミュージシャンがいて、はいはいはい、全部 YouTube で勉強したって言ってた。そうなんですね。2年、2年。完璧に弾けるんですよ、もう。いや、すごい、もう、マジで、あの、だからライブとか見てると、全部自分で弾くんですよ。だから、ベースをこう弾いて、機械に録音させて、そのベースを元にピアノを弾いて、うん、はいはいはい、で、もうちょっとドラム持ってってこうでこう、とか、プログラミングこう打ち込んだりしてやってるの。全部、一人、だからマルチプレイヤーみたいなミュージシャンなんですけど、はいはい、全部 YouTuber です。そう。すげえなと思って。じゃあ、ある種、それを習得するにあたって、うん、ある種お金かけてないわけですもんね。ゼロ円ですよ。まあ、完全にゼロ円だ、ね。いや、だから、それはすごくこう、励みになる話ですよね、そういうのって。いや、そうそうそう。僕ね、だからすごいそれリスペクトしてて、やるならそういう感じでやりたいなって思ってます、本当に。なるほどね。いや、できるんだよね、だからね。いや、本当そうですよ。やる気があればね。うん。YouTube、僕ね、普段の YouTube の使い方は、あの、僕プレミアム入ってるんで、オフラインができるんで、うん、気になったやつは全部オフラインに保存してって、うん、オフラインをタスクリストにしてます。で、あの、見終わったらオフラインから消すっていう。ちゃんとしてますね。これがね、いいんですよ。ああ、そう。はい。むしろオフラあの YouTube プレミアムの恩恵はもうそこにありますね、僕は。あのタスクリストの機能がなかったら、はい、なかなか僕 YouTube で情報収集こんな効率よくいかないです。なるほど。でもだいぶ使いこなしてると思いますけど、そういう意味で言うとね、僕のね、そういう細かいライフハック、うん、今日ちょっと一挙公開しようかなと思ったんですよ。おー、何か学びたいときに、それが勉強しなきゃと思ってやっていくのってストレスだと思うんですよ。うん、だから、日常の中にいかに溶け込ませていくかっていう。はいはいはい。勉強してるつもりないし、努力してるつもりないんだけど、うん、結果的にはすごい吸収してるみたいな、うん、その仕組み作りが好きなんで。生活の一部としてね。そうそうそう。うん、ちなみにこういう考え方は結構昔から好きなんですけど、こういう考え方になったきっかけは、ガクトがシャワーを、あの、背面でシャワー浴びてるっていうやつ。で、腹筋を鍛えてるんですけど。背筋と腹筋を、うん、そうそう。やっぱ、あの、シャワー浴びてる時ですら筋トレするっていう、はい、あれを高校生の時に聞いて、はい、それでそういう思考回路になりました。そのベンチマークがもう大体ガクトになってますから、今その。意識せずと思うかもしれないですけど。基本的にその、ガクトのアナロジーで来てますから。アナロジーで来てますよね。そのガクトのアナロジーってもうパワーワードですけどもね。応用がね、いろいろ。応用が、はい、そうですよね。まあ、あのね、例えばね、僕ね、クロームって、はい、あの、ググったりとかって誰でも毎日しょっちゅうするじゃないですか。うん。毎回タブ開いてっていう動きを有効活用できないかなと思って、これもう1年以上前からやってるんですけど、クロームで新規タブ開いたら、今僕、キータのトレンドが出てくるようにしてるんですよ。おー、自動的に。あ、いいですね。はい、いいっすね。昔はプロダクトハントとかだったんですけど、うん、あの、今は、まあ一応エンジニアとしていますんで、いや、大事ですね、あの、うん、タブを開くたびに世の中のトレンドが見えるって状態にするんです。そうすると、本来の目的を忘れてキータ読んだりするんですよ。うん、だから結局、あの、無意識のうちにトレンドをキャッチアップしてるってところだから、全然努力してなくても、うん、キャッチアップできるという仕組みがこれで僕の中で出来上がってるっていう。うん、そのルーティーンは本当大事ですよ。あと、最近僕ちょっとあの、開発した読書法なんですけど、はい、やっぱりその時必要な情報を取りに行くために本読んだりすることって簡単じゃないですか。まあ、だって目的があるから。だけど今は必要ないけど遠い将来というか、まあ、そもそも前提として知ってなきゃいけないものとかってそういうものってあると思うんですよ、うん、まあ、プログラミングだとコンピュータサイエンスの話とか原理原則の話とか、うん、だけどそういうのって今すぐに使ったりするわけじゃないから、うん、毎日コツコツ本読んだり勉強する必要があったりするんだと思うんですよね、はい、だけどなかなかモチベーションとかってわからなかったりするから、僕はその例えば一冊のその結構厚い本だったりとかしても、まあ章に分かれてるじゃないですか、20章ぐらいが、はいはい、その章ごとに付箋でね、パソコンのモニターに1章2章3章っていう1章1付箋でバーって貼ってて、で1日その付箋1個取って1章ずつ読んでいくっていうのをずっとやってるんですよ。これ今2冊並行してやってて、だからそうするともうパソコンの周りに付箋で読まなきゃいけない本の章がバーって並んでるから、はい、これを消化するために毎日その1章ずつ読んだら付箋剥がしてってことをやってると、うん、もう読書はね、なんか無意識のうちに進むんですよ、毎日。はいはいはい、気づいたらもう一冊読み合ってたみたいな、うん。だからちょっとあの、今すぐに必要ないけど、身につけておかなきゃいけないような教養とかっていうのは、このテンプレ、はいはい、今後使っていこうかなっていう。あ、思ったりとかしてますね。いや、いいっすね、ほんとね。なんか、そうそう。こういうの、ちょっといつも考えてるんですけど。
いや、本当に田澤さんのストイックさが滲み出てる話なんですよね、これ。本当にこの話。あと、ま、家の中で毎日頭を使わなくてもいい動きをするときは、ずっと僕はポッドキャストで、2倍速で流してるんですけど、朝起きたらまずすることは AirPods Pro ですよ。はいはい。入れて、ポッドキャストを再生し始めますよ。で、その間に、まず体重を測るでしょ？で、プロテイン作って、プロテイン飲んで、青汁作って、サプリ飲んで、で、コーヒーを沸かすためにお湯を沸かしてっていうことをいろいろやってると15分ぐらいです。そうすると、2倍速で聞いてるんで、30分以上は聞けるんで。朝のニュースを、まあ、OK5 時アップですけど。はいはいはい、サラリーマンっぽい。そうそう。それは朝ですよ。ね、夜は夜で、シャワーを浴び終わった後に、髪の毛乾かし終わったら、即座に耳に装着して、ポッドキャストを再生しながら、はい、プロテイン作って飲んで、はいはいはい、で、サプリとか飲んだりとかして、はいはいはい、スキンケアクリーム塗ったりとかして。はいはいはい。で、まあ、はいはい、20分くらいでしょ。はいはいはい。なるほど。ことをやってます。いいね。ちゃんともう、しっかりルーティーンとしてね、決まってるからね。そう。今話した話はもう完全ルーティーンになってて。うん。まだそれをもうやらないと、何か始まんなかったりとか、気持ち的に切り替えられなかったりみたいな、ね、あるよね、なんかね。なんかでもね、それね、習慣化するとやっぱすごいいいらしいよ。脳にいいらしいって。うん、あ、そうです、ね。なんか結局ね、それが乱れちゃうと、脳がその、いつスタートして、いつ終わるかみたいなの分かんないんで、はい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 、すごい、その、地方症とかになっちゃいやすいんですけどね。活性化ができないんで、だから、なんかでも、それをやるようになってから、割と規則正しい生活になりましたね。なんかこう。いや、そうですよね。朝と夜にやることが決まってるんで。うん、確かに。うん。で、実はそのルーティンワーク自体が生産性を上げてる可能性がかなり強い。あとちょっとだったね。はーい。戻ってきました。戻ってきました。現代に。どこら辺で終わってたんだっけな。あれ、これあれですね。うん。あの話だよね。なんだっけ。辛坊治郎さんがあれじゃなかったっけ、なんかその、あ、それ違う、時事報なんです。だからシャワー浴びてる時に。はいはい、シャワーのね。うん。っていう話で急に止まったと思って、そう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 、うん、まあ、歌えと、そうそう、で結局その後急に止まったから僕我慢できなくて綿さんにその後言っちゃったんですけど、言っちゃってたね、そうそうそう、言っちゃってた、そうそう言ってたよ、そう、うん、でシャワー浴びてる時に、うん、違う歌えとじゃないよ、歌えとはクレーム出た話ですよ、うん、あ、これあれだね、これ本当にこれリアルな会話になってるけど、もうぐちゃぐちゃな時間軸、歌えとは大変な会話、もともとだから去年の買ってよかったもので紹介した声を声量を抑えてくれるアイテム、はいはいはい、で僕は、はい、家で練習したんですけど、うん、それで思った以上に声を響いたらしく、響いて、そうそうそう、低音が響いたみたいで、うん、クレームがあったんで、うん、それだとさすがにちょっと迷惑だってことで新しいアイテムを買ってね、うん、それがウルトラボイスっていう、ウルトラボイス、うん、赤ちゃんのバブーバブーみたいなキッキングで、あれ口に加えて、うん、肺活量を鍛えられるってやつなんで、うん、でこれをなんかこれのために時間使って鍛えるのはちょっと時間もったいないなと思ったから、うん、シャワー浴びてる間に体洗ってる間の時間って口開いてるから、うん、その時間でウルトラボイスしてるっていう、バブーバブー、そうそうウルトラボイスっていうやつでしたね。そこまでするか対象ですよ。本当に。意外といいんですよね、ウルトラボイス。意外といい。うん。さすがに、あれですよね。お風呂で、バブ、はい、バブ、ウルトラボイスしている時の声っていうのはクレーマーまだ聞けない、ね。あれ音出ないんでね。音出ない。本当に。みたいな。バイブレーションみたいな音が出る。あ、なるほど。うんうん、鼻から抜ける、が出るぐらい。でも結構、たださ、自分の声量舐めてると思うんですよ。なかなか響くからさ。本気のたださんの声は結構響くんですよね。実は。でもハミングですから。ハミング。風呂場でね。ハミングで緊張迷惑になったら相当です。相当だよね。それ本物です。本物だよね。もう逸材だと思うんですよ。それ鼻歌がうるさいって、ね。鼻歌がうるさいって、そう。僕の緊張迷惑になった話は、うん、今度、わたさんの次回、ま、引っ越しの回が確か、そうですね。その回で改めて。ちょっと面白い話があるんで。機材トラブルで消えた回で、がっつり喋ったんですけど、うねうん、ちょっとこの話をもう一回するパワーはないんで。あ、じゃあちょっと、ネクストエピソードに続くというところで、ね、なかなかちょっとね、結構面白い話なんでね、ちょっとね、お楽しみにしていただけたらなっていう。うん、はい、
結局機材トラブルで消えましたけど、その、うん、この回も あるからってことで、僕あの、ピアノでね、旅立ちの日にってやつをちょろっと弾いてツイッター上げたんですよ。それ、うん、それよ。まあこれ結局この後なんかピアノ練習、僕独学でピアノやったから、うん、僕の中で編み出した練習方法みたいな、があるから、あれを紹介しようかなって思って、うん、そのなんかまあ参考に一応自分でも弾いてみたって感じでアップしたんですけど、これまあちょっとリンク貼っとくんで聞いていただけたらと思うんですけど。これね、本当僕もツイッターでね、あの、300回ぐらい聞きましたけど、あの、そんな再生数いってなかったっす。めちゃめちゃうまいよ、本当に。あの、これ、はい、あの、ね、ちょっと本当恥ずかしくなっちゃうと思うんですけど、めちゃめちゃうまいから。あの、でも、あの、何よりあのイントロがかっこよすぎる問題ってやっぱある。かっこよすぎるよね。そもそものやつ。あ、もう一回聞いたりしました？聞いたよ。あ、もう一回聞いたよ、だから。めちゃくちゃかっこよくないですか？めちゃめちゃかっこいいですね。だから、テレテンテテン。そうそうそう。テレテン。あれをだから卒業式で歌ってね、うん、伴奏者、かっこつけすぎですよ。どういうつもりだとね。あれ、本当だよね、うん。あんなかっこいいのを決めてるんですよ。うん、伴奏者が一番かっこいいもんね。そう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 。そう。で、だからあの曲、機材トラブルで消えた時にね、うん、僕は言ったじゃないですか。ちょっと X っぽいっていう。X っぽい、うん、X っぽい。やっぱ、あの、改めて、もう一回聞いてみたら、X っぽかったわ、うん。だから僕ね、もう一回今、今日撮り直してるじゃないですか、うん。やっぱ新鮮な気持ちで今日撮ろうと思って、うん、X アレンジ作ってきました。マジっすか？今これリアルでは流せないけど、後でリンクなんかで貼っときますけど、はい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 、綿さんを笑かすためだけに作ってきました。あ、本当ですか？すごいですね。ワクチンで死んでたとは思えないですもん、本当このバイタリティ。聞かせてくださいよ、それちょっと。うん、終わり方もいいね。はい、やってみましょうか。はい、これはいいね。これすごいね。こんな再現できるもんなの？すごいね。ちょっとドラムメインですけどね。ちょっとまあ、うん、即席で作ったんで。いや、すごいと思うよ。でもさ、あの、バックグラウンドでこうね、流れたあの、はい、ギターのさ、ウィーンっていうやつもさ、すごい、っぽいなと思ったよ。うん。でも途中で、X っぽいのか、自分っぽいのか分かんなくなっちゃった感じしますね。うん、あ、もはやそうだよね。そうそうそう。それなりにトレースしてるからね、その、田澤さん自身がね。いや、これは僕でもすごい再現度だとね、思いましたね。これ、ちょっとネタっぽい感じで、いい感じの。いや、いいですよね。いいと思う、いいと思う。だからこういうのどんどんやってほしい。なんかこの、あのもっとおかわりちょうだいって感じかな。いけるんじゃないこれ結構ね、うん、これでも実は何が一番難しかったって、うん、これ勝手に合唱でアップされてるやつを使ったんですよ、うん、あそっか、うん、で合唱ってテンポないから、うんうん、みんなねそうあれだよねあれを合わせたんですから、うん、全部84にテンポあ何あれ何調整したのそうですよこれ時間かかったんですよ、すごいね、大変だよね場所によってテンポ違うんですよだって指揮者のスタジカルだから指揮者いない可能性あるだからあの部分部分で全部切って、うん、テンポが変わるところを全部切ってあそれをあのストレッチして、うん、そう大変なやつねすごいねそれ初めてやりました。ガレージバンドでやったの？ガレージバンド、これ全部ガレージバンド。大変なんだよ、これガレージバンドでこれをやるの。そっか、和田さんでも DJ とかやるとテンポいじったりとかすることもあるし、ね。そうね。だから、ある程度高いさ、そういう DAW とかって、うん、そのストレッチ簡単なんだけどさ、うん。でも、いや、大変よ、これ、本当にね。そうなんですよ。うん、やるの、綺麗に、でもちゃんとリズムね、止まってましたよね、やっぱね。うん。あの、場所によって一定だったんですよ。うん、あ、そうなんだ。サビっぽいところが同じ、うん、あの、同じリズムで、なんかエメロっぽいところは遅めだけど一定とか、なんか意外と編集はしやすかったっちゃしやすかったです、ね。あ、そうなんだ。なんかちゃんと、やっぱそのドラムがついたりとか、まあいろいろ多分ね、あの、コンポーズしてるとは思うんですけど、うん、グルーヴ感がちょっと出ますね、やっぱね、その、独特の、うん。あと、なんとも言えないだろう。90年代前半のあの感じ、はいはい、やっぱあのドラムのこのパコーンっていう。そうそうそう。やっぱり、あのリバーブはリバーブはね、この世代にはグッとくる音なんですよ。ダダ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 ダのね、あの。そうなんですよね。ね、うん、いいね。あのでも、フィルとかの6連とかってやっぱ X っぽさ出るんですよね、うん、あれやると。あれすごい雰囲気出ますね。うん、でもなんか特にドラムも、なんか変わったことっていうか、ね、テクニカルなフレーズがあるわけでもないんですよ。はい、うん。シンプルですよね。でも、そうそうそう、うん。でもあれやると、急に X 感出るんですよね。うん。なんだろうね。やっぱ盛り上がり方みたいなさ、独特のそういう抑揚が結構あるのかもしれないよね、うん、なんかね、うん。うん。だから、なんだろうね。そう、なんか、もったりしないと結構ハイパワーな感じがするんだ。あの、ダダダダダンとか、なんかそうっすよね。うん、いやね。これでもちょっとあの、今日のために急いで作ったんで、ドラムだけメインにちゃんと打ち込みましたけど、うん、他の、まあ、ベースとかギターとかは、まあ、いい加減ですけど、うんうん、もう少しちゃんとやったら、作品
品としていい感じになる。相当さ、再現性が高いね。そういうコンピレーションアルバム作ってください。もし X が弾いたならシリーズ。ね、でもさ、なんだろう、合唱っていうのがね、またいいんですよ。なんかさ、ヨシキとかさ、はい、なんか、ウィーン・フィルハーモニー合唱団みたいなさ、はいはい、弾きそうじゃん、後ろでなんか。そう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 。ぽいんで、なんかすごい。ねこれ、ストリングスも入れてましたから、実は。ストリングス入ってましたよ、ちゃんとね。X っぽいやつ入ってました、うんうん、まあでもこれじゃただオープンボイシングでただ鳴らしてるだけで、うん、これも本当はもっと刈り上がりとかいろいろやりたいんですけど、あ、なんか演出ができるんですね。そうそうそう、すごいね。と和田さん笑かすためだけに使いました。いや、これはね、笑いましたよ本当に。いや、本当それっぽかったからね。いや、なんかなかなかこのパターンで攻めてくるさ、はい、ま、なんかやってみたシリーズはなかなかないからさ、うん、そうなんですよね。いいよねこれね、うん、リミックスじゃんこれだって完全に。そう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 、ヨシキリミックスじゃんこれ。もはやヨシキじゃないんだけどやってるすごいね。これ才能ですよ。これは本当にね。才能と愛情ですね。その X に対するね。そうなんですよ。もうね。これは素晴らしいよ。なんだろう。でも、弾いてたやつもすごい僕好きでしたよ。本当に。はい、ピアノで。ああ、そっか。あれもね、いいよ。コンテンツとしての措置を忘れてました。いや、あれ、あれいいじゃないですか。あ、そうだ。あ、そうそうですか。うん、あ、そうだ。そうですね。そう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 。一応、そうか。この収録ありきで用意したコンテンツとしては2つあったんですね。そうだよ。それもあったし、これだいぶ、まあ、こっちの方で夢中でしたよ。だいぶね、コストかけてるよね、これ。本当ですよ。何をしてるんですか、本当に。ワクチンに死んでる時にさ。すごいね、本当に。これちょっとなるべく今後編集せず、まあ、和田さんが笑ってくれたこの状態でアップしますんで。いや、アップしましょう。ちょっと勝手に人の合唱を使ってるから、ちょっと著作権的にアウト感あるから。サンプリングしちゃってるもんね、確かに。うん、まあなんかクローズドな感じでアップしましょうか、ね。はい、そうですよね。これぜひ聞いてほしいです、本当に。番組のエンディングテーマにしたやつか。確かにエンディングに合いそうですね。エンディングに合いそうですよね。うん、グランドフィナレ感あるけど。紅白の一番最後ぐらいでこう聞けそうな、ね、なんかやつですから。うん、あ、だから、うん、紅白のエンディングで、そう。ね、ティアーズ。ティアーズのね、話も、ね。多分前半で喋ってますよね、確かね。あ、前半でしてたか。そうだそうだそうだ。それを実際、和田さん。あ、見たのよ。田澤さんが、その YouTube のその動画ね、送ってくれて、はいはいはい、で、あれ90何年 ?92年、3年ぐらい。2、3年ぐらいだよね。うん、の、その紅白歌合戦の、うん、で、最後、あれですよね、ティアーズっていうの、X の名曲を、うん、ティアーズが生まれる前に、その紅白のね、現場で大合唱してみたいな。うん、でさ、もう、加山雄三とかさ、そう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 、歌っちゃってとかさ、なんか、細川隆史もね。そう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 。細川隆史も。で、すっごい若い和田アキ子も歌ってて、うん、石川さゆりも歌ってみたいな、もうそうそうたるメンツですよね。チェッカーズとかね。チェッカーズとか、まあ、うん、まあね、残念ながら今ほとんどの行った人今死んじゃってるんですけど、うん、生きてるわ。生きてはいます。生きてはいます。全員生きてます。それで言った。いや、なんかね、うん、で、ヨシキがさ、パイプオルガン、ね、そう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 。弾いちゃって、うん、そのね、会場に、その、でっかいパイプオルガンが、それをもうバックグラウンドに歌って、うん、あれは、荘厳ですよね、ほんとね。もう、なかなかさ、今、ああいうのやんないじゃん。なんか、ああいう、なんだろう、なんて言うんだろうね。うん。あそこまで、こうね、派手な演出というかね。うん、確かにね、うん。確かに時代感じる演出ですね。時代感じるよね、なんかね。うん、で、まあ、だからそのさ、撮れてなかったエピソードの時も話したんだけどさ、なんかそれをやっぱヨシキがさ、あのそうそうたるメンツをですよ、ヨシキが伴奏して、うんね、歌わせてる。あの時なんかまだ X って荒くれ者でしたよ。荒くれ者ですよ。なんかもう、髪がもう、大変な時代でしょって。うんうん、だから、そこまで、あれでしょ、加山さんとかもそんな知らないでしょ、加山雄三さんとかも。うん、X-JAPAN。あの頃って確か、ヨシキは例えばホテルでホテトモヤスと喧嘩してたりしてたから、ホテ出てこいっつって。仲悪かった。ホテ出てこい。なんか、ヨシキがなんかイベントに遅刻したかなんかで、それホテトモヤスがなんか注意したんだったかな。それに対してヨシキが逆切れして、はい、ホテ出てこいみたいな、ホテで大騒ぎしたっていう。もうすごいね。逆に乗り込んじゃったパターンですね。そうそう、喧嘩っ早い時代が、ね、あの頃ね。あったんですね、やっぱね。そうか。まあ、だってさ、アッコさんにさ、なんか。ヨシキがサングラスしてて、うん、それ外せっつって、うん、いや、外さないっつって喧嘩したって。なんだよ、その話みたいな。
いやいやいや、もうね、なんか、ね、その頃そこまでね、だから X もさ、うん、そんなまだこれからって時だからさ、ね、やんちゃでしたね。あっこもね、だからもうグイグイ行ったんだろうけどね、うん、今なんてもういじりづらいですもんね。絶対いじれないですよね、うん、絶対言えないよね、うん、ガクトには言えたとしてもヨシキには言えないだろうって思ってだってもう世界のいろんな人とつながっちゃってる、ね、いやそうですよ、うん、本当だよ、すごいからね、本当コネクションは本当に、うんうん、牛耳ってるって噂だよね、なんかね陰謀界ではね、そう陰謀界では、そう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 ね、だからすごいよ、だから本当ね、その時代のフィーリングもあのさっき その再現してくれたやつ感じたから、なんかすごい魂こもってるなって思いました。なんかね、あのなんかね、生きてきた時代感とかそういう生き様がね見えるよ、あのなんか、うん、謎のゴージャス感というかね、謎のゴージャス感ありますよね謎のゴージャス感ありますよね、確かにあれですね。でも傾斜高いでね、はい、ピアノの僕の練習のコツみたいなやつを結構時間かけて喋ったんですけど、そうなんですよ、もうあれですね、時間ないんでいつか喋りましょう。そう、あのね、あれですごいいい話だったよ。あ、そうですか。そうだから、あのそのね、僕もちょっとピアノ興味あるから、はいはい、なんかその教えてくれたんですけど、そのね、うん、練習法すげえいいなと思ったんで、またなんかあのさ、ピアノを借りてスタジオで借りてさ、今日ね実はねそれもやろうと思ったんですよ。本当に、はい、だけどそれフルコースだね。そうトゥーマッチかなと思ってトゥーマッチ確かに情報量多いっすね。そうですよ、僕あの和田さんには言わず、はい、店員さんにピアノ用意しておいてくださいって言おうと思って、はい、さっき悩んでたんですけど、何なんですかそのこっそりバースデーケーキを仕込んで おいたみたいな。やっぱりその新鮮なノリが大事じゃないですかこういうのサプライズそうそうそう でもちょっとそれやるとあのこの収録が膨らんじゃって次のやつが何の回なんだって話でしょ、そもそもちょっと僕のその、はい、あふれんばかりのそれがでちょっとね、いやあふれてますけどね、もうすでに、うん、それあれやってください。あれだ結構なんかあの回評判良さそうな感じ。あ、なんだっけ、あの前さバンス、はい、ね、いろいろピアノ弾いてやってくれた回、 あれ結構好評だった感じするからさ、あれまたやってくださいよ。なんか、ね、5つぐらい言ったんですけど1個だけ言ってもいいですか。あ、1個だけどうぞ。うん、弱いニュアンスとかで弾くようなフレーズがあったとしても、うん、練習の時にはしっかりこう強めで弾く練習をするっていう、うんうん、話ね、これ僕やってて途中で気づいてきたというか、うん、旅立ちの日にのイントロとかでもそうですけど、はいはい、結構ピアニッシモな、うん、あるんですよね、うん、表現が。でもあれ本当に弱い、まあ結局別にあれもまだまだですけど、やっぱり優しいニュアンスを表現するためにはまずしっかり弾けるっていうところを持っていかないと本当の意味での優しさを表現できないっていうのがあるんですよ。確かに。いやそうだと思う。うん、なんか今なんかそう語り口がすごい。なんかあの一回誰かを傷つけたことがある人じゃないと本当の優しさは分からないみたいなそういうふうななんかそういうふうに言われてる気がします。なるほどなるほど。うん、いやそういうことです。そういうことだよ。これね、あの、うん、でもすげえ本当そうだなって思ったんで、うん、これでも僕はだから、うん、あの一郎からヒント、一郎からね、うん、そう一郎ってあの、うん、練習だとバッコンバッコンホームラン打つんですよ、うん、思いっきり打つんだよ、ね、そう、それなんでかって言ったらバッター触れないと意味がないからですよね、うんうん、だからめちゃくちゃ大振りでバットが触れる自分を作ってからしっかりヒットを作っていくっていう、うんうんうん、それと一緒ですよ、うんうん、だからそうだよね、その自分のその限界を知った上で、うん、そこからなんかそのね、あの加減を調整していくというか、うん、だからいざさ本気でバコーンってやった時にその音が本当に自分の最強のバコーンなのかが、うん、やっぱ分からないからね、それ一郎はやってるっていう、そうです、すごい、まあ、いい話ですよ ね筋トレ論みたいなことも一郎は喋ってて、うん、虎は筋トレしないって言ってた一郎が言うんで説得力多分あると思うんですよあいつらしないでしょって言ってたね。すげえ高いっすよね。本当に。しないね、トラはね、筋トレ。いいですね。一郎節ね、うん。まあまあ、じゃあ、はい、そのとこでしたね。ちょっとピアノ会は楽しみにしてますんで、またお願いしますね。はい、うん、じゃあ、はい、今日のもろもろのリンクを貼っとくんで、はい、見ていただければ。あの、ぜひちょっと田沢アレンジの。田沢レンジの、ね、はい、聞いてください。旅立ちの日をね、はい、お楽しみいただければ、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。